魔界マジック TV をご覧の皆さん、こんにちは。村井亮太です。私は今またしても博多座さんの前に来ています。10月6日からですね、この魔界転生舞台が始まりまして、ようやく初日を明けました。はい、今日はねちょっと涼しい感じですけども、まあ、イエーイあ、すみません、ちょっと素人の方は違うじゃん。あ、りょうだいや、俺にはいや、イエーイって来たから、あ、ごめんごめん、あの素人の方が来たのかなと思って買ってきちゃった。何それ、あれじゃん、九州限定、うん、モンブランでございます。ブラックモンブラン、これアイスですか。アイスだよ。寒い中で食うのがまたね、良きよ。あ、そうですか。え、食べるの、食べてみて。沖縄にもあるからね、これ。うっそ、あ、本当に、うん、あ、そうなんだ。あ、いいね、いいね。夜ね。いや、もう懐かしい、自分からしたら。なるほどね。いや、マジでうまいから、これ。いや、舐めただけやん。感情がわからん。いただきます。あ、本当だ、チョコだけど、あ、すっきりしてる。うん、確かに食べやすい、これ。これいいね、おいしいわ。ま、そして何買ってくるな、いろいろ。今2人撮ってる間に、うん、すげえダッシュしたから。マジで買ってきたの。買ってきた。何買ってきたの。え、これ肉まん。おうおう、しかもこれにかかってるのなんだっけ、ちゃんりょう。酢醤油なの。おお、これこっちで有名ですよね。肉まん買うとこの酢醤油がついてくるっていうご当地ですよね。うん、うん、ですね。あ、これ絶対うまい。おいしそうね。うわ、うまっ。あ、これもうそのリアクションでわかるわ。公演後だしお腹空いてるもんね、うん、そうなんですよ。前回さ、ここでさ撮影したじゃない、うん、旗立ってたじゃん。そうそうそう。でその時心配してたじゃん、自分の立つかなって。ああ、はいはい、確かに。マジ安心した。ちゃんとありましたね。ね、あちらの方に僕たちのね、登り旗があるんですよ。たまちゃんのあの真っ黒だったね。いや、魔界側の人間だから真っ黒なのかなって。やばいじゃん。そして、はい、うるさいよ。また今回この3人でまたトークをしたいなと思いまして、うん、はい、ちょっとある場所があるんで、うん、今から早速行きましょう。いいですか。はい、行きましょう。さよなら。どこ行ったん、りょうた。あの、地図だけ渡されてここに来てくれっつって。勝手だね。まあね、多分どこかしらのお店に来てくれってことだとは思うんですけど、でもこの辺りなんですよ。博多座から近いもんね。近い近い。もう多分、あ、やったらいい。あれかな。いらっしゃい。なんか、あれ、か勝手にどっか行って。どうぞどうぞ、いらっしゃい。なんかこれ遊郭か、これ中洲かこれ。じゃあ入ってみますか。いらっしゃい。せーの、こんにちは。あ、やられた。ブスだな。あ、すみません、ブスとか言うな。ブスとか言うな。何してんすか、りょうたくん。ようこそ、魔界転生特別屋台、魔界ちゃんへどうぞ、よろしくお願いします。魔界ちゃん、え、もう、あやって書いてますけど、うん、え、あやさんじゃないですか。あ、あやです、あや。私があやでございます。すごい。どうぞどうぞ、中入ってください。これ初屋台ですわ。すごいね、これ。今日はね、そのあやさんの屋台をお借りしまして、はい、あ、貸し切りでございます、今回、魔界転生のために。あやさん、ありがとうございます。え、じゃあ飲んでいいの。え、もちろん飲んでいいですよ。え、今、はい、もちろんそのための屋台ですから。もうありがたい。お借りしましたからね。テンション上がるじゃん。ね、うどんであったりとか、焼き鳥、おでん、納豆ピザとかもあるよ。ほんとや。うどんがね、食べれる屋台はなかなか珍しいんですって。あ、そうなんだ。成長とか頼もう。あ、おかみさんでございます。信子さん。信子さんですね。あ、信子さん、ゆっくりなさってください。私が全部取り仕切りますからね。じゃあね、乾杯しましょうか。はい、まあ、ちょっと普通の乾杯もあれなんで、うん、今回の魔界転生にちなんでディープソーでよろしいですか。由井小説のそうです。いい、ね、はい、魔界に転生する時の掛け声ですね。はい、じゃあそれでいきましょう。じゃあいきましょう。せーの、ディープソー。あー、大将おかわり。もう早いな。もうかい。うまいな。たしなむな。うん。うまかっちゃん。あ、うまかっちゃん。コンビの漫才なの。あとなんかご飯食べたいのあれば行って行って、なんかメニューから。すみません、ちょっとのんべ二人だからすぐこうつかないで。すぐすぐ美人に継がれていいでしょ。ブス、うるさいわ。僕ね、とりあえずやっぱ土手焼き食べたいかな。そう、ここにありますからね、もうグツグツと美味しいの。
土手焼きと焼き、はい、それから下がり、あ、下がり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 、あとおでんもいただいていいですかね。はい、わかりました。もう俺全然お店の仕事してないすでに大丈夫、もういるだけで存在感あるから、ありがとうでも最高だな、なんか粋ですね、屋台で、うん、こうやってね、ちょっとだそういう意味ではもう土手焼きなんてさ、ここで食べたのが一番美味しいでしょ、どう考えても確かに絶対そうですよね。美味しいですよ、 ありがとうございます。今すぐ次も、あ、すいませんね、今すごい面白いことですよ、はい、大将が大将に聞いてるから、ね、謎の縁になってはい、じゃあお待ちかね、土手焼きでございます。うわ、すごいすごいすごい、ありがとう、うわ、うまそう、ネギたっぷり、ぜ、うん、七味入れる派、入れたいね、でも最初はちょっとそのまま食べたいかな、やっぱり俺土手焼きとか食べたことないな。うっそ、うん、いただきます。熱そうだしね、また最高よ。お、うまい、やばい、今まで食った中で一番うまい、マジ、やっぱ酒のつまみに合うんじゃない、やばい、これもうちょっと仕事やってらんないわ、うん、いやいや仕事しろじゃあちょっとちょうだい、僕が案内してあげます。ほんまに、あ、この辺ちょっと気をつけてくださいね。いやいや振りか恐ろしい振りかはいはい、きます、すいません、あー、どうですか、これはうまいあ、やばいねえ、これさっきちょっとチラッと聞いた話ですけど、うん、博多華丸大吉さんがまだ名前をそんなに出てなかった時によく来られてたらしいですよ、はい、そうなんや、はい、で、ここでまあいろいろ話してどん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 有名になっていってっていう、うわっ、そのなんかね、まあ、ご利益ではないですけど、ご縁にあやかりたいなっていう部分はありますけどね野心まみれやな、ね、もう野心しかないですから甘いと思います、すごく、お、すごい、やばい、俺もやってこういやいやいや、ミスったなこれ1個のパッケージなんで、うん、すみません、上手か、そうなの、やっぱ芸人さんなの、2人は役者さんですよね、いや、そんな役者さん2人が出られてる魔界転生ですけども、うん、はいはい、まあ、初日を6日迎えまして、うん、お客さんの反応やっぱすごいですね。いやーね、うん、博多線に来るお客さんあったかくてすごくあったかい、うん、やっぱこうブラボーであったりとかスタンディングオベーションをいただけたりとかって、うん、あれ実はすごく勇気のいることで、そうやっぱ日本っていうね、あの中ではちょっと、そうね、なんて言うんだろう、勇気が出ないなとかあるじゃないですか、ありますね、ちょっと、うん、そんな中でもすごくこうそのままの気持ちを表してくださってて、うん、ここはいい劇場だなぁと、客席に出てきてたもんね、通路に、うん、あっつって前まで来て、え、本当？そうなんですよ。あ、それ気づかなかったかも。すっげえ演劇愛してくださってんだなと思って、うん、なんかやってるこっちも嬉しいですよね。そうですね。やっぱり幸せを感じれるというか。博多座っていう劇場がいいっすよ、やっぱり。本当に。やばいよね。うん。日本一って言われてますから。いや、まあ過言でもないですね。いや、本当に。やっぱり。演じる身として、すごくやりやすい環境、うん、博多座さんっていうのは。なんか自然にいられるよね。うん。そうね。あれありがたいですよね。今回も時代ものだからさ、空気がなんか、そう。なんかいいよね。そうですね。日常生活からちょっと離れて、うんうん、楽屋もね畳だったりするじゃない、うん、なんか今回のね時代劇にぴったりよね、うん、じゃあおでんもいっちゃいますか。いいですか。もちろんですよ。何食べたい。大根だよね。ですよね。ちょっと自分の分取っちゃっていい。俺いいっすよ、いいっすよ、うん、食べるんですか。え、食べさせてくれないんですか。いやいや、後輩やろちょっと俺これ、じゃあこれもらえば。いただきます。卵、あ、卵ね。卵いる。卵最後に食べたい。あ、食べないやつだな、これ食べたいんだって他は最後がいいのよ、卵は。大将、レンゲもらっていいですか。レンゲ、ありがとう、レンゲ。あ、いいね、レンゲ。お、いいね、声が。声は、うん、わって他のは、うん、全部いいですけど、りょうたくんなんか大将らしさが出てきたね。出てきましたよねさっきまでおかみだったからね確かに。うわぁ、味が染みてて最高です。からしいらない。あ、いるいるいる、絶対そんなのダメですって。なんでやねんりょうたくんに攻めていった時のりょうたくんの返しが好きで、うん、最近楽屋一緒やからな。そうです。もうなんか慣れてきたんだよ、全体的に。そうだよ、二人楽屋一緒で。俺、そうそうそう、なぜか丸さんと一緒だからね。いいじゃない、大先輩。いや、違う天然の大先輩。だって、あまり絡みない、作品上も気になる共演者の方とかいますか。あ、気になる共演者。いや、もうたくさんいるよ、でも言うても。もちろんね、うん、大先輩たくさんいらっしゃいますし、うん、やっぱ自分は北条力っていう、うん、その野球側、うんうん、の役をやらせていただいてて、はいはい、で主演の上川さん
も含めもちろんなんですけれども、なんかこのやっぱ魔界側に少しのちょっと憧れみたいなものがありまして、純平くんがやってる四郎がすごく素敵で、天草四郎ってどちらかというとカリスマ性であったりとか、そうね、彼本人の独特の空気感、そうそう、神様みたいな人だからね。そう、その中でもやっぱ純平くんが演じる天草四郎っていうのは人間味が、うんうんうん、心の部分がすごく伝わってきて、うん、俺それを見てて、うわ、天草四郎っていう役を演じてみたいなって思わせていただきました。ね、そう、まあ魔界伝承の主役といっても過言ではないですからね、やっぱり間違いないですね。やっぱ大将の陣八はね、なんかやっぱ魅力的よ。あ、そうですか。うん、今回ね、あの魔界伝承に本来は登場してないんですけど、うん、やっぱちゃんとキーマンになっているし、はいはい、そのポジションがとかもあるかもしれないけど、亮太が演じてるのを見て、はい、あ、すごい魅力的だなって思って。飲めよ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 、大将ただにしてね。任しとけよ。ありがたいです。でももうそうね、まあそういう意味ではタマちゃん結構魔界顔だからさ、魔界って悪い悪い感があるけど、うん、悪い感が、うん、自分悪役をやりたくて、うん、でも魔界主も別に悪役ではないじゃない。確かにね、まあね、それぞれのね、うん、なんか正義というか道がありますから。そうだから、うん、ザ悪役ではないけど、やっぱ楽しみを自分で見つけてやっていく作業が楽しい。あー、うん、なるほどね。確かに役楽しんでやってるよね。いや、すごいですよ。ただ、火出なかったけどな。火出したいっていうのがね、言ってましたね、懐かしい。しかもその時、1回目の放送かな、うん、の時とかさ、あの、役決まってなかったじゃん、うん、どっち側がいいっていう話したもんね。してた魔界側がいいっつって、うんうん、まさになったけど、うん、念願かなったけど、うん、なんか本当に地なんじゃないかな。いや、もしかやっぱ噂に聞くとやっぱ出身が魔界らしくて、うん、あ、そうなんだ。そうらしいんですよ。沖縄、今これ飲んでる鮮血じゃないですか、人の生き血じゃないんですか。だとしたらもうガリガリになってるよ、血吸われて。ちょっと今なし。編集で切り上げ、切り上げは早いね。それこそ上川さんのなんか思い出深い話じゃないけど、なんかそういうのある？これ、ね、こういうの教えてもらったとか。今こう開演前にみんなでエンジン組むじゃないですか。組む組む。そのエンジン組んでる時に上川さんが一言、まあ気合入れではないですけど、みんなの前で言う中で、女神が微笑むか、うん、悪魔に微笑まれるか、うん、それはあなたたち次第ですと、はい、自分たちの力でしっかりと女神に微笑んでもらえるようにっていう言葉を残してた時に、うん、俺なんて素晴らしい座長なんだと思って、すごい心が震えたというか、よしやってやろうこの公演って思わせていただいて、うん、うわ、この人はやっぱり柳生十兵衛であり魔界伝承の座長だなって。みんなの士気をね上げるのがうまいですよね。それがあるからセリフであの十兵衛先生に褒めていただきたかったっていうのは、うん、もうそれも含めもうもう自然に移入できるの、うん、褒めていただけなかったというだけだっつって。そうね、確かにね、上川隆也さんという役者さんが十兵衛とこうクロスしてね、まあ役としてもそうだしね。で、ちなみに上川さんがそれ毎回いろいろ言うじゃない、うん、行った後、階段で降りながら自分の楽屋に戻るときに、いいこと言ったな俺って言ってもう愛嬌も素晴らしい。愛嬌もね、そうなんですよ。それなんかちょっとした、そうなんかそのガッと締めて抜くっていうそのちょっとした穴がね、うん、どうやるのあれ。あれは余裕ですね、もう完全にすごい役者としての余裕もありますし、やっぱりなんかお茶目じゃない、チャーミングだし、ね、でしかも結構ギャグ好きじゃない、もう舞台に対する熱い思いもありますしね、はい、まあ大先輩の話ありましたので、もう一人あの松平健さんどうですか。いや、もうただただ、はい、本物。まあもちろん武士がそこにいる。そうだね。いや、もう本当に凄まじいですよ。稽古の時からずっと見てましたけど、今日本番ってぐらい稽古なのに、あれぐらいのプレッシャーと気迫と、うん、あの集中力と、息を飲むってこういうことなんだなって思ったぐらい、なんか空気が本当に人なのかな。いるところが違うよ。いるところが領域が違う。ステージがもう全く違いますよ。本物ですよね。いやいや素晴らしいです。それにさ、結構果敢にあなた絡みに行くでしょ、舞台上で。いや俺本当にびっくりしたよ、松平さんにさ、っつって近づいて行ってるじゃん。あの時松平さんどんな顔されてるの。めっちゃかっこいい渋い顔っすね。でもそれ以外ではちょっとあの目が合った時に
松平さんにそうやって手振るの多分タムちゃんだけよ。間違いない。たまたまやった時にで返してくれた時に好きですと思いました。まあちょっといろいろキャストの話してたけど、うんうん、ちょっとまだ席空いてるし誰か呼ぶ？呼んでいいんじゃないですか。いや僕のお店ですからもういくらでもね。あ、はい、じゃあ大将が呼んでいいって言うんだったらもちろんもちろん。誰呼ぶ？浅野さん、浅野さん、浅野優子さん。連絡先知ってる？松平さんとか、ね、皆さんとお酒を組み交わしてみたいななんてちょっと。松平さんと浅野さんここにいたらめちゃくちゃレアだわ。すべてのお話をもうメモるもん俺と。メモるだな。酒が進んで、あの、こんなのある。あ、今日飯塚くん誕生日じゃない？あ、そうよ。いいじゃないですか。なんで、飯塚くん呼ぶ？今日あれやん、カーテンコールでも。ねえ。そう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 。お祝いして。いつだから。健太くんのお祝いしたい。あ、じゃあそうしましょう。じゃあ飯塚くん呼ぶか。呼ぶ？だから連絡先知ってる？知ってる知ってる。あ、じゃあ北場ちゃん、あ、じゃあお願いします。電話出ねえな。もしもし。あ、出てた。今何してるの？あ、こんなん放送していいのか。あ、キムちゃんと立つなりもいる。立つなりもいる。立つなりもいるって。あ、たっちゃん、あ、じゃあ一緒に一緒に、え、と飲んでるの今さ。村井の亮太がさ、大将やってるの、屋台で。そうだから、来て一緒に飲もう。席空いてるから、ガラガラだから。まあ、ガラガラとか言うな。この野郎。来て、もう。追加で注文しようとしてる。あ、分かった。じゃあ、あの、落ち着いたら来てね。うん。知らんし。ガーリックトースト知らんし。何の会話？分かった。じゃあ、後ほどね。うん。あ、了解。はーい。飲んでるって。あ、飲んでる。嘘。もう一杯飲んだら来るって。あ、そうか。で、なんかガーリックトースト頼んだから、キムちゃんが。二人とも最高ですからね。ねえ、面白いよね。素敵よね、うん、個性あるし。そう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 。ちゃんとあっちゃんもね、すげえ個性あるからね。おあれ、いや、早えな。もう一杯飲んでくんじゃねえのかよ。来た。待って、隣の屋台にいたのかな。え、嘘でしょ。そんなわけないでしょ。隣の屋台にいましたって言うらしいよ。プロデューサーです。今ピーが映りましたよ、皆さん。貴重らしいね、これ。貴重らしい。松村さんっていうピーが。お、だー、来ました。木村の辰成と飯塚源太さんです。お疲れ。お疲れっす。だから屋台やってんの？いや、もうずっとやってますよ、僕。はい、いや、もちろんもちろん。いやいやいや、さあ、俺隣で飲んでたよ。そうでしょ。奇跡のような存在感で